自宅のレモンが収穫できたので、レモンのお酒を仕込んでみた様子を動画にしてみました。最初に昨日12月25日の芝刈りの報告です。刈り高 4.3 ミリでシングルカットしました。前回から中6日の芝刈りになります。先週末は平均気温が5度を下回って寒い休日だったのですが、その後また気温が上がって、この時期にしては比較的暖かい日が続きました。今週もまた寒くなる予報みたいですね。先週末の冷え込みで芝の成長スイッチもオフになったのか、芝刈りをしていても刈りかすの量が少なく、あまり伸びていないのがわかります。我が家のベントグラスはバッティンググリーンのように低く刈り込むので、同じベントグラスでも芝の葉を長く管理している芝生と比べると、環境の変化で色落ちが目立ちやすくなります。それでもまだ緑をキープしていますが、ところどころで葉先が黄色っぽくなっている芝の葉も目立つようになってきました。それとこの映像からもわかると思いますが、赤紫色の斑点、アントシアンが目立ってきました。芝刈り後です。芝刈りをしていた時間帯、ちょうど大きな雲が太陽を隠して陰ってしまっていたのですが、むしろ太陽が出ている時より芝の葉の色がわかりやすいですね。太陽の光が照らすと、建物の影でコントラストが強すぎるので、カメラでも肉眼でもはっきりとした色が見にくいのですが、雲がディフューザーになって一様に光を当ててくれるので、芝の色ムラがはっきり見えてごまかしが効きません。先週よりもアントシアンの斑点が増えてきている気がします。先週の動画でも言いましたが、アントシアンは見た目が悪いですが、病害とかとは違い、気温低下による芝の防衛本能の現れなので、特に心配する必要はありません。アップで見ると、葉が紫色になっていますね。アントシアンが出ている芝の葉を顕微鏡で見てみました。緑の色素とともに、赤っぽい色素が見えますね。気温が下がって光合成の能力が落ちているのに、緑の色素は太陽の光を吸収すると強毒性の活性酸素を発生させるので、代わりに赤い色素を出して余分な光エネルギーを熱に変えてしまいます。刈り高測定器を撮影してみましたが、芝刈り前と芝刈り後でほとんど違いないですね。刈りかす量もこの程度。ここに置いてあるゴルフボールは比較対象です。カスの量は握った感じでソフトボール大ってところでしょうか。これが今年2021年最後の芝刈りになるかと思います。ここからはレモン酒作りの動画です。こちらは庭の片隅に植えてあるレモンの木。去年は数個しか実がならなかったのですが、今年は去年より多くできていますね。子供にレモンの収穫を手伝ってもらいました。背でかいとやだねなんて言っています。フェンス脇に植えているので、奥の方にできているレモンを取るには枝の下から潜り込んでいく必要があるので、体の小さな子供にお願いしたらそんなことを言われちゃいました。レモンの木の枝にはめちゃくちゃ鋭いトゲがあるので、子供にはトゲには気をつけろよって注意してあります。今年の収穫です。全部で22個、ザルに収まらないくらい取れました。枝のトゲなどでレモンの皮に傷がついていますが、中身は全く問題ありません。我が家のレモンは完全無農薬でワックスもついていませんが、レモンの皮も少し使うので一応表面を洗っておきます。この皮の傷んだところは最初にナイフで削っておきました。皮にナイフの刃が入ると皮からスプレーのようにしぶきが飛んで、とてもいい香りがします。時々目に入って染みましたけど、傷がついているのは皮の表面だけなので薄く削るだけで OK です。この作業やりながら気づいたのですが、どうせ皮は剥いちゃいますし、全ての皮を使用するわけではないから状態のいいものだけを使えばいいので、この作業はいらなかったかなって思いました。
ここからはレモンの皮を剥く作業です。皮を剥かずにそのまま漬け込んで長期間熟成させるやり方もあるかもしれませんが、できるだけ短期間で飲めるようにする目的で今回は皮を剥いて漬け込むこととしました。レモンは22個収穫できましたが、20個をお酒に使うことにしました。残りの2個は料理用として取っておきましたが、意外と使い道ないんですよね。普段はポッカレモンとかサンキスト 100% レモンなどを使っているので、ウイスキーというかバーボンをハイボールにして飲むのが好きなので、そこに足すレモンとして使うのもいいかもしれません。レモンの皮と実の間には白い綿が結構厚くあるのですが、これがあると苦くなってしまうので可能な限り取り除いておきます。あとレモンの実自体も砂糖とお酒と漬け込むことによって美味しく食べやすくなってくるのですが、種があると食べにくいので、これも漬け込む前に可能な限り取り除いておきます。めんどくさくて完璧に取り除くのは無理ですが、なるべく残さず取っておくと後で嫌な思いをせずに済みます。梅酒を漬け込む4リットルの瓶でレモン酒を漬け込もうと思います。今回は氷砂糖を使います。以前はグラニュー糖で作りました。グラニュー糖ならすぐ溶けるので2、3日で飲めるようになります。なんならその日に飲んでも美味しいです。でもこれってただのレモンサワーというか、うちではジンを使って漬け込むので、いわゆるジンフィズっていうカクテルと同じですよね。飲みたい時にレモンを絞ってハイボールのようにお酒とソーダ水で割ればいいので、わざわざ漬け込む必要はないです。梅酒のように漬け込むのは熟成させた深い味が欲しいので、グラニュー糖を使ったとしても数週間から数ヶ月漬け込めばいいだけなんですが、すぐに飲めるようになるということは熟成させる前に飲み干してしまうというデメリットがあります。お前が我慢できないだけだろってことなんですけどね。今回はあえて長期間熟成させるために溶けにくい氷砂糖を使うことにしました。最近いろんな酒造メーカーから発酵レモンサワーとか熟成レモンサワーという缶チューハイが販売されていて、ちょっとした発酵レモンサワーブームになっているようです。発酵の味や香りが苦手でまずいっていう口コミも見かけますが、梅酒も半年から1年は漬け込んだ方が美味しいと思う派なので、今回はできるだけ長期間漬け込んでみようと思います。今回作っているのはレモン酒ですが、梅酒の話題も出たので梅酒を例に芝生にも関係するネタでも、梅酒を漬け込むときにすぐに溶けるグラニュー糖とかじゃなくて溶けにくい氷砂糖を使うのは訳があります。以前の動画で芝生の薬害とか肥料焼けの話をしたときに登場した浸透圧が美味しい梅酒を作るのに関わってきます。通常梅酒は梅と一緒にホワイトリカーと氷砂糖で漬け込みます。梅酒を仕込んだ最初の段階では氷砂糖がまだ溶けていないので、外のホワイトリカーよりも梅の実の中のエキスの方が濃い状態です。梅の細胞膜は半透膜の特性を持っているので、浸透圧で濃いエキスを薄めるような作用が働き、薄いエキスが濃いエキス側へ、ここで言うと梅の実の方へホワイトリカーの水分とアルコールが移動します。梅の実にしっかりとアルコールが染みている状態になると、梅の実に含まれる芳香成分が実の中のアルコールに溶け出してきます。それから時間が経って氷砂糖から砂糖が溶けてくると、外の液の方が糖の濃度が高くなるので、先ほどとは逆の方向に浸透圧が働き、少しずつ梅の実から味と香りのついたアルコールと水分が出てきます。氷砂糖でなくてすぐに溶けるグラニュー糖などを使った場合、最初から外の液の方が糖の濃度が高いので浸透圧が実の方から外液の方にしか働きません。
梅の実の中の水分が外の液に染み出すことにはなるのですが、アルコールにしか溶け出さない風味成分が出てこないので、深みのない薄っぺらい味になりがちです。芝生などの植物が根から肥料成分を吸収する仕組みは、これと同じ浸透圧の作用によるものです。肥料を与えすぎた時に枯れてしまう肥料焼け、農薬を撒きすぎて枯れてしまう薬害、これらが起こるメカニズムもこの浸透圧によるものです。レモン酒を作る時は皮を剥いて実を切ってから漬け込んでいるので、梅酒とはちょっと違うかもしれませんが、溶けにくい氷砂糖を使うことで我慢できず手を出してしまいそうになる自分の欲望を抑えるのが本当の目的だったりもします。梅酒を漬け込むお酒にはホワイトリカーが定番ですが、ブランデーとかを使っても美味しいですよね。レモン酒もホワイトリカーが安いし定番なんですが、自分はジンを使うのが好きです。そもそも若い時からジンが好物ってのもあります。コストコでボンベイサファイア 1.75 リットルを買ってきたので、これを使いました。ホワイトリカーって無味無臭でまさにエタノールって感じで、そのまま飲んでも美味しくないですが、ジンはそもそもがいろいろな種類の植物エキスで香り付けされているお酒で、そのまま飲んだって美味しいんだから、レモン酒に使ってまずいわけがありません。コストコのビッグサイズで格安なボンベサファイアですが、ホワイトリカーよりは割高になってしまいます。でもせっかく長期間かけて作るお酒なので、ここはちょっと贅沢したいと思います。レモンはすべて自宅で採れたものだし、氷砂糖なんて知れているので、大好きなジンがわずかのお金と手間と時間で最高に美味しくなったと思えば安いものです。これでしばらく漬け込んでみようと思います。梅酒なら3ヶ月くらいで飲み頃になりますが、春くらいが目安かなって思ってます。このレモン酒の場合はすぐに味が染み出してきそうだし、我慢できずに手を出してしまって春まで持たなかったらごめんなさい。今回はレモン酒を仕込んだので、その様子を動画にしつつ、浸透圧に関連して芝生のネタを絡めてみました。普段は芝生のネタをメインに動画にしています。寒地型の芝なので冬でも青く、芝刈りも週1でやっているのですが、今の時期は病害も害虫も出なくて、ほとんど手入れもいらず楽ちんです。だけど動画にするネタもないってのが悩みの種でもあるので、たまにはこんな芝生と関係のないネタでも許してください。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。